こんにちは。えー、週休予備校今回は、またまたあの特別編、夏季講習。今回はですね、なんと J2、ギラバンズ北九州解体新書お願いします。今年からですね、あの J2 に昇格したギラバンズ北九州ですね。このチームは今、抜群に面白いです。この今、アナキングフットボール今やってますけど、えー、今、この収録時点で今、J24 位です。昇格したばかりのチームはもういきなり4位ですから。で、実は、 えー、あれは琉球戦だったかなその時にホームでやった琉球戦を見た後にこれはすごいと思ってマガジンサッカーマガジンのウェブサイトの方にですね、えー、ギラバンツキに関して、えー、原稿をちょっと書いたんですけどね、えー、その時になんかち,ょっとちらほらこの,このライターさんはあのただのギラバンツファンじゃねえかっていうなんかあ,のあれもあったらしいんですけども、まあ、ギラバンツファンっていうかですね今ギラバンツのやってるフットボール面白いぞっていうことで取り上げたいと一応夫人、まあ、442と大方、まあ、442って言われてますけどね まあこれ、まあ、これイコール3511って書いてますけど、まあ、これ、何のことやっていう、これ、後で説明するんですけども、で戦術、攻撃、まあ、一応、ポジショナルプレーって書いてますけどね、まあ、コンビネーションプレーと、まあ、ワンタッチ、フットボールで、あとはこのオーバーロードとアイソレーションっていうこの、これをちょっと微妙にこう組み合わせてるっていうね、でこれ、何のことやって、あ後で説明するんですけどで、守備、これが素晴らしいんです、カウンタープレスです。 これカウンタープレスやってるチームってなかなかないです。これプレスいろいろありますね。ハイプレスとかミドルプレスだ、いろんななんか呼び方いろいろあるんですけど、これハイプレスとかとはまたちょっと意味合いがちょっと違います。カウンタープレスは。これいわゆるあのドイツ発ゲーゲンプレッシングの、まあ英役なんですけどね。カウンタープレス。これ相手にカウンターさせないプレッシングってことは、つまりボールを失った時に即時奪回を狙うっていうね。ものすごいインテンシティ高くないとできないっていう。だむしろ場所よりもハイプレス、 ハイサイドとかね、あのミドルとかっていうその場所の話じゃなくて、これは時間ですね。まさに即時。即時失った瞬間、即時脱回するっていうのがこのカウンタープレスの意味です。これを、新さん、インストールしちゃいました。この北九州。これは、この夏場、しかも連戦。これ非常に体力的にきつい中で、これをやってるのはまたすごいっていう。で、これを、まあ今、トライしてるんですね。で、これは本当にね、だからちょっと原稿の中で僕も。 まるでドルトモントみたいだってだいぶちょっとねあのいあの言い方あれだったんですけど、まあ、それぐらい魅力的なこのチーム設計を小林慎治監督がしてるっていうでこれが2020年版割とメンバーは固定されてますね、はいまあ、一応これカッコで入れてますけど、まあ、収録時点ではこの、まあ、このメンバーがおよそ、まあ、スタメンとして試合に出てると44、まあ、人って書いてますけど、まあ、もちろんこの ミスター・ギラバンズ。これ池本選手は、まあ、あこの最前線に入って、この鈴木選手とね、ツートップっていうふうにはあるんですけど、一応これ、4、まあ4 − 1 1的な感じで、これ一応書いてみたんですけどで、今この、またこのね、ディサロ選手は抜群にいいですね。もう交代出てくるとも、じゃんじゃん点取ってますから。であとトップ下、これ、マチの選手もね、今やってますけど、で、この両サイド、椿、高橋。 またこの高橋選手もね、もう絶妙なプレーばっかりしてますね、毎試合ね。素晴らしいこの左足、ワンタッチプレー、アイディア、もう素晴らしい選手ですね。ただこの戦術的なキーパーソンって言ったら誰かです、ね、やっぱこの,ダブこのダブルピボットですね。この加藤光賢選手、国部新太郎、この2人がもう抜群ですね。これ後で説明しますけど。で、この両サイド。この2人ももうエネルギッシュにも幅広くこの縦のラインをね、 使っっててプレーしてるってこの永田福2人でですけどでセンターバックはこの村松岡村また岡村選手もベテランでねいいんですけどもこの村松このルーキー1 7 1ンチしかないんですけど、まあ、素晴らしいセンターバックですで彼もこのまさにこのチームの、まあ、格としてこう今ねやってるんですけど、まあ、あと永田選手もね素晴らしいセービング見せてますけどこの11人ポイントなのこのイコールマーク3511って書いてますけど。 この婦人これはあくまで暫定的な布陣しかないです。これは初期設定はこうなってるってだけで実際この布陣って定まってないです。でそれはどじゃどうなってるのかっていうのはこっちです。攻撃、ポジションプレーって書いてますけどね。この3、5、1じゃじゃあどういう並びになってるのか。でギラバンツは基本的にビルドアップこういう形でビルドアップします。岡村選手、村村選手この2人が右にスライドして村村選手はちょっと深い位置取ります。 で岡村選手です右に出ます。で、空いた左にこの左のボランチ、まあ、ピボットですね、この加藤光源選手はここに入ってきます。で、ギレバンツのセンターバック2人とも右利きなんで、こ右利きの選手がここに来ると、なかなかビルドアップ難しいってことで、まあ、左の、ここに加藤選手が降りてくるのがまたミソだっていうね、ドロップバックですけど、この3人でビルドアップ作ってきます。J2 ね、4、4人のチーム多いってのもあるんで、で1回ね、えー、長崎戦。 再開直後のね長崎戦で最初まあメンバーはちょっと違ったんですけどね最初前半長崎は4・2・3・1なのでワントップだっていうことでセンターバックを2人で回せるんだろうと踏んでたんですね小林進ん監かところがなかなか回せないっていうことでこの国分選手を途中から入れてでその国分選手が最後1点取って、まあ、最終的に1対2で負けるんですけどねまあだからワントップだったら2枚で回せると思ったんだけどなかなか回せないと。 2トップの場合はもう普通にこの3枚で、ね、回すっていうのが、まあ、今ギラーバンツのやり方なんですけどどこがポジショナルになってるのかっていうね、まあ、これが一つポイントなんですけど同時にこのサイドハーフのやはり高橋椿この選手がちょっとインサイドに入ってくるケースなんですねでこの国分選手がまさに文字通りこのパスワークの起点まさにディープレイングスプレーメーカーですね これピボットまた国部選手がね素晴らしいんですね。右足左足どっちのパスがきます。もうどっち、どっち気なんのかも分かんないぐらいパスうまいです。で、この国部選手がポイントで、で、このインサイドにこの2人が入ってきて、で、トップ下のこの位置に池本選手が入ってきます。で、ここでダイヤモンドですね。で、なぜかって、これ中盤、大体相手2人ですね。ボランチ大体2人なんです。で、多くて3人です。 だから、二人の場合は、この椿、椿国分、高橋も三人でスーツギーを作っちゃいます。中央で。で、三人いる場合に、ここの池本選手が、トップ下降りてきて、四三のスーツギーを作りながら、ここの中央で、パスワークで優位立ちます。で、ここで、相手引きつけといて、この長田福りの両サイドですね。この選手でパス出していく。まあ、ここら辺で四人で密集を作って、空いたサイドに、逆サイドを。 に一気にボールを振るとかっていうこれがいわゆるこのオーバーロードアイソレーションオーバーロードっていうのはカフカって訳すとカフカって意味なんですけどまあ言ってみれば過密密集ですね密集を作った相手を引き寄せといて逆サイドにスペースを作るでそこの空いたスペースにこのまるでウィングバックのように変身するこの福森永田のところにボールを持ってくるっていうそれがこのやり方ですねであとこの 選手の距離ですね。非常に距離が近いです。平松ツはパスワーク。近いんで、この立ち位置がいいんですね、この選手たちは。で、トライアングルもきっかりできてる。まあ、こうなってますから。まあ、みんなトライアングルできてるんです。まあ、これね、予備校ね、ずっと聞いてくれてる人はあの、トータルフットボールのとこで、ああの並び似てんなってなのがあるかもしれないですけど、このトライアングルいっぱいできるんです。で、選手の近いも距離が近いんで、これが効くんです。からワンタッチプレー。ワンタッチパスがすごく多いです。 だから、寄せられてもポーンとワンタッチで剥がしてきちゃうんで、ボールが回っていっちゃいます。で、このトライアングルポイント、トライアングルのところワンタッチプレイですね。で、これができるんで、コンビネーションが生きてくるんです。特にこの中央のコンビネーション、サイドのコンビネーション。見事です。で、これでこの立ち位置になるんですけど、これは、この長田選手と福森選手が、これも高い位置取るとしますね、ここ。はい。そうすると、この布陣は、 三四三ですまさにあのこの講義この講義も何もこれ予備校のですね、まあ、遠い昔にやったかもしれないですけどあのヨハン・クライフがバルセロナでやった時のフォーメーションがまさにこの343ダイヤモンドですね、まあ、ロンドって言われてるこの七型中盤七型のウイング2枚この立ち位置って非常に似た形にできる、まあ、この2人がまあウイングバックってことで3511になったんですけどこの2人が高いショットウイングのポジションまで行けば まさにこの3、4、3の並びになるっていうね。まさに一番、このあらゆるフォーメーションの中で一番トライ後の数が多いこのフォーメーションに、この4、4、2の形からシフトしていくっていうのが、このギラバンツのパスワークのやり方です。で、見事だったのはですね、この琉球戦。あの、4、0で勝ったホームでね。まあ、この試合がすごかったんですけど、何しろですね、パス29本つなぎました。それで、琉球のブロックをもう見事に攻略しました。で、あの、 最初ね、ここら辺で、スローインから始まるんですけど、スローイン投げたのは国部選手でした。で、最後、ヘディングでゴール決めたのは国部選手っていうね。こっからこうやってボールがスローインが入って、こっからこう行って、で、またこうやって戻ってっていう。まあ、その間ね国部選手がもう3回か4回くらいボール触ってるんですけど、それでこうやってもう散々ですよね。竜気を振り回して、最後、高橋選手。見事なピンポイントクロスに国部選手が走り込んでヘディングで決めるっていうシーンなんですけど、これですから。 相手ブロック組んでさすがに29本パス回される琉球もどうなんだってのもありますけどもそれぐらいパスがつながってクるス力を持ってるっていうのがこのギラマットに今の素晴らしさですで何しろ1試合平均ボールのポジション率ですねこれ8月4日時点1試合平均なんと 55.2%J2 の中で4位ですもういきなりこの上にいるのが3番目3位が新潟で2位が新潟 1> で1位はまあベルディなんですけど上2つはもうポジションアプリやってますからねでそれでい実際に G2 で昇格してきたばかりのこの帰宅優勝はなんともいいも4位とそれぐらいポジション率高いですで、これはポジション率が高いっていうことが実はこのカウンタープレスをうまく機能させるポイントにもなってるっていうのはちょっと注目してます